おすすめ規制解除だと思います。まあ自分でチェックしてないんですけどね。あのー、おすすめ規制ページのところだとあの、規制されとりませんってなってるんで、多分表示されてるんじゃないかなと思いますけどね。24時間だったね。まあだって前回おすすめ規制されたのが、 ラブホテル配信とか、カブトムシを捕まえろのエロが入ってて、えー、テロップ規制くらったりとか、多分そんなんなんで、もう何年ぶり ?5 年ぶりとかまあ、そんぐらいになると思うんで、一旦多分リセットされてたんでしょうね。なんか免許証と同じでしょうね。多分積み重なると、どんどん規制とかバンとかがエグくなるんだけど、おそらく、あのー、長年何もなかったんで、多分、ペナルティ的なものが、綺麗さっぱりになったんだと思うんだよね。 そう。なんで多分1回目で24時間っていうことなのかなうん。運営からあの、通知で来てたのが、まあ、あの、ベルマークのところのお知らせで来てたのが、えー、っと、お、おとといの昼ぐらいだったんで、だから昨日の昼で解除ってことで、ちょうど24時間。だと思いますけどね。はい。うん。逆になぜ今までされてこなかったのか、いや、有料配信者だからじゃないですか。 ええー、優しいに良きっていう感じ書いて一応有料配信者って思うんですけど、まあ私が、えー、ツイキのおすすめに載せるべき配信者であるということじゃないですかね。有料配信者という。うん。でもそういう、誰が粗悪やお前。めちゃくちゃ有料やろお前。トークから企画から何でもかんでもやって。 ただまあ、ちょっと時折発言があの、ナイフの先っちょみたいに尖っちゃうことはありますけども。まあそれもね、あの、一つのエンターテイメントだと思って、自グしておりますし。まあそもそも、そもそもはね、その、なんだろ、配信で迷惑をかけるとか、なんか配信でとか言うけど、リスナーもトップページから選んで見に来てるわけだから、不快に思ったら閉じればいいし、別に配信なんか自由でいいと思うんだよね、俺は。皆さんそう思いません テレビと違ってさ、つけたらやってるわけじゃないんだから、テレビは確かにそうですよ。ね、リモコン握ってさ、ポチってつけりゃさ、嫌でも、ね、なんか出てくるかもしれないですよ、いろんな番組が。 だけど別にネット配信なんかさ、インターネットの広き海原の中から、追決なんかちっぽけなもので、その中にさらに配信者を選んでっていうのは、リスナー自身が選択してくるわけだから、別に不快だったらバックすればいいし、見たかったら見ればいいしっていう話で、別に一人のリスナーが不快と思うことをやめるべきなのかなと思うけどね。なんでそんなのさ、楽しい人と楽しくない人はさ、どんな放送やったって必ず両極端いるわけであって、 なんか利用規約なんか合ってないようなもんだろうと思ってね解除されたことを言い事幸いにねもう早速偉そうなこと言ってますけど俺はね今後もねあのビビらずにねいやあの批判があろうがなかろうがねやりたいなと思ったものはねやりてえと思ってますよはい私はいつまでもやりますよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえお疲れ様でしたセンキュー